株式会社、藤木工務店は、大阪府大阪市中央区に本店を置く、日本の建設会社である。1920年11月23日の創業以来、民間建築工事主体で営業している。藤木工務店は、大阪の山本明の進む工務店に勤務していた藤木正一が山本明の進むの事業を継承して創業した。 立つの金吾文化だった山本の人脈にも支えられ、創業の翌月には日本銀行岡山支店の新築工事を受注している。1921年10月の第一合同銀行倉敷支店工事の受注をきっかけに、当時の頭取大原孫三郎と婚意になり、倉敷市周辺の民間建築物を多く手掛けることになった。代表例として、 大原美術館が挙げられる。日本銀行岡山支店、第一合同銀行倉敷支店の施行によって、銀行建築の実績と評価を得た藤木工務店は、その後も中国銀行、住友銀行、三和銀行などの本支店を手掛け、戦前戦中の藤木工務店を支えた。戦後の藤木工務店が得意としている分野に、文化財の修復、改築がある。 コンピラ大芝居、旧山村家住宅、備中国分寺五重棟、村分記念館、阿古城、本丸門、備中松山城などを手掛けた。また、創業期に施行した日本銀行岡山支店、第一合同銀行倉敷支店は、登録有形文化財となっている。同様に、医療機関も実績がある分野だ。倉敷市の倉棒中央病院や医療法人、 総和会主芸病院本館、神戸市のパルモア病院などである。その他に特別養護老人ホームやケアハウスなど福祉施設の実績も豊富だ。1930年3月の合名会社化を経て1936年12月には株式会社化し、1994年10月には大阪証券取引所第2部に上場を果たした。しかし、 バブル経済崩壊後の建築工事の再産悪化などにより2002年6月に民事再生法の適用を申請した2006年2月減始することなしに民事再生手続きは終結している藤木工務店倉敷支店ありがとうございます